な、何よここは。なんかいきなり連れてこられたと思ったら怖すぎるんだけど。ちょっと大丈夫？おお、俺はちっとも怖くなんかないぞ。もう3回も来たことあるし、別にどうってこと。怖くないって言ってんだろ。香川さん、香川レオくん、どうぞ。俺は帰る、帰るよ。恐ろしいところに来ちゃった。でもダメよ、怖いからって弱いところを見せたらこの子を守れないわ。弱みを見せたら負ける、それがこの世界の摂理よ。三日月さん、三日月春ちゃん、どうぞ。はーい、ちょっと口の中見るよ。怖い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 、どうしてこんなひどいことするの。やっぱり人間なんてひどいやつばっかり。どうして見てるだけなのよ。やっぱりこの子も同じなの。ひどい目にあったわ。今度は何なのよ、やる気なの。ねえ、僕君のこと知ってるよ。え、隣の家にいる子だよね。お友達になれたらなって思ってたんだ。僕いっつも見てたんだ君の家。前は優しいおばさんがいたんだよ。僕のこといつも撫でてくれたの。あの優しいおばさん最近いないんだけど、どこ行っちゃったのかな。さあ、だいたい人間なんて優しくないわ。ここがいい証拠でしょ。え、僕楽しかったよ。のんきね。僕前に足が痛くて大好きな散歩に行けなくなった時、ここに来たらまた散歩に行けるようになったんだ。そこから僕ここ嫌いじゃないよ。ふーん、